皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日もコメント返していきたいと思います。今日は YouTube の方のコメントちょっと溜まってたので、そちらをお返事していこうかなと思います。ちょっと長いものもあるのでね、読んでいこうかなと思います。ちょっと最初に、短い方からいこうかな。こちらからじゃあ読んでいきましょう。パーツを取るときに使用されているニッパーはどこのものでしょうかというコメントだったんですけど、私は、スワドの黒の、大きい方のニッパーを使っています。L でいいのかな、あっちを使ってますね。基本的にはパーツを取るのはちょっと古くなったものを使っています。新しいものはね、地爪切るように使って、ちょっと刃がダメになり始めたやつをできるだけ、パーツを取る時の、ニッパーにしています。じゃないとスワダのニッパーね、結構高いし、もったいないかなとは思うので、まあでもそうやって使い勝手がいいものになっているので、私はパーツのニッパーはスワダの黒の方のね、ニッパーを使っています。 L だったと思います。はい、じゃあ次ですね。さっきのがリアルサロンワークの1時間45分の最近の流し見専用のやつですね。音とか、文字とか何も入れないものを最近よく撮ってるので、もしなんかリクエストあったら、サロンリアルサロンワーク見てみたいのな、こういうのあったらお願いしたいですっていうのあったら、リクエストもらえると助かります。まあ、ただね、ほんとランダムにいつも撮ってるだけなので、リクエストあったら言ってください。はい、じゃあ次、噂のロングロングの地爪さんなんですが、インスタストーリーで一番話題の方ですね。この方の動画がなんか10万回再生をいったそうなので、ご報告をね、他の方からいただいたんですけど、いつもコメントしてくれる方で、その方から10万回再生おめでとうございますということだったので、私の動画も初めて10万回いったということで、すごいありがたいなと思ったんですが、今この方はですね、結構短く実はしちゃったんですよ。なので今全然伸ばしてないので、新作ネイルは通常の普通の、ネイルをやっていますっていう感じです。なのでちょっと激しめなのがね今ないので、なんて言えばいいのかな、まあそのうちきっと伸ばしてくれるかなと思っています。まあまあちょっと人生がね、変わったというかね、生活感が変わったので今はちょっと短くしています。はいはい、次です。リアルサロンワーク、これも一緒かな。リアルサロンワーク1時間45分流し見専用のやつですね。コメント失礼します。先生のビットを使っています。ありがとうございます。私が使ってるビットは本当におすすめなので、削りに困ってる方はぜひ、使ってほしいなと思います。はい、先生のビットを使っています。オフが苦手なのでとても時間がかかってしまいます。摩擦熱が出ないようにと、カラージェルがまだ残っていてもアルミをつけて外した時に1回で取れていないことが多いです。ベースジェルが見えるまで見えるまではお客様はそんなに熱を感じにくいでしょうか。またトップや、ハードジェルのところは削る時に少し強めに圧をかけても大丈夫なのでしょうかということだったんですけども、ですね、カラージェルがまだ、残っていてアルミをつけて外した時に1回で取れてないことはもちろんあります。特に、パラジェルの場合はカラー残しちゃうと結構取れないことが多いので気をつけてください。あとはラメだったりフォロだったりは残しちゃうとかなり、その下にね、液体が染み込んでいかないパターンがあるので、できればしっかりめにオフをした方がおすすめだと思います。そうですね、ちゃんと取った方がいいかなと思いますね。はい、ベースジェルが見えるまでお客様はそんなに熱をか、ここは本当にご自身の技術力っていうのもあるんですが、あまりにも停滞時間がやっぱり長いと熱くなってしまうので、圧をかけすぎない、あとはその早く動かしていくっていうことはすごく大事になるんじゃないかなと思います。ちょっと技術をね見てみたことがないので、まあ何とも言えないんですけども、ちょっと圧をかけつつ、自分で練習した時にどのくらいの圧が熱いのかっていうのが
分かると思うので、あとお客様によってもやっぱり熱を感じやすい感じにくいとか、もうそもそもね爪が薄い薄くないとかやっぱあると思うので、一定の、自分のリズムっていうのをちゃんと作って、それで練習しながら、お客様に聞きながらやってった方がいいんじゃないかなと思います。私のビットはそんなにすごい熱くなるということはないので、熱くなるようであればちょっとその停滞時間というか摩擦をしている時間が少し長いのかなと思った方がいいんじゃないかなと思います。またトップやハードジェルのところを削るときに少し強めに圧をかけても大丈夫なのでしょうかっていうところなんですが、トップジェルはソフトの時っていうのはそんなに圧をかけない方がいいんじゃないかなと思います。柔らかいのでね。でハードジェルの時は少し圧をかけてもいいと思いますが、強めに圧をかけるっていうのは危険かなと思います。で私のビットの方は先端の方がちょっと細かくなっていて、根元の方が粗くというか大きく削れるようになっているので、その使い分けをねしてもらえればいいかなと思います。大きく削るところは、下の方で削ってもらって、キューティクルラインだったりとか、サイドのところを削っていくようであれば、先端の方を使っていくと、いいんじゃないかなと思います。ちょっとこれはね熱の問題っていうのはもうやっぱりその方のなんて言えばいいのかな、こうかけ方がちょっとねあるので、もうそこは本当にご自身の爪と、あんまり遅すぎちゃうと引っかかっちゃったりすると思うので、マシンの速度はちょっと早めの方がいいんじゃないかなと思います。はい、大丈夫ですかね。はい、じゃあそしたら次です。パラジェルスーパースカルプの、特徴と解説ということだったんですけども、ここに来ているのは読んでいきます。いつも動画楽しみにしています、ありがとうございます。初歩的な質問させてください。アクリルスカルプとパラジェルでの長さ出しはどのように使い分けていらっしゃいますか？あとアクリルスカルプよりも削らない分パラジェルで長さ出しした方が爪に優しいのでしょうか？ずっとアクリルスカルプが好きでつけてもらっていたんですが、最近爪がなるべく傷まない方が良いなと思い、パラジェルの長さ出しが気になっています。アクリルだと分厚くならず薄めなロングの爪になるのが好きなのですが、パラジェルでもフォーム、1枚マックスぐらいの長さは可能かっこ現実的でしょうか？長々とすいません、お答えいただけたらとても嬉しいです、よろしくお願いいたします。あとコメント最新の動画に書いた方が良かったでしたらごめんなさいということだったんですけど、全然コメントは新着がどんどんね溜まっていくのでこちらでは全然見れますので書いてもらって全然全く問題ないです。ですね、じゃあちょっと上からいきましょう。アクリルスカルプとパラジェルでの長さ出しはどのように使い分けていますかということだったんですが、私の場合はアクリルがやっぱり好きな人っていうのはいらっしゃるので、アクリルスカルプを、好んでいる方っていうのは無理やりパラジェルの長さ出しをすることはしていません。お客様の方で、やっぱりちょっと痛みが気になるだったりとか、少し浮きが出やすかったりとか、あとはアクリルのアレルギーが出てしまった方に関してはパラジェルの長さ出しをするようにしています。なのでこの方はネイリストさんなのかな、なんかアクリルが好きでずっとつけてもらってましたがっていうことだったので、もしかしたらネイリストさんじゃないのかもしれないんだけど、そうですね、なので私はそういう感じで、使い分けをしています。お客様に応じてね、カウンセリングをしてというかいろいろな状況を見て判断をするようにしています。そうですね、結構アクリル最近一人、アクリルアレルギー出ちゃったので、その方はパラジェルの長さ出しに変更をしています。それでも、順調にね、回復というか、痒くなったりとかはしてないので、ちゃんと長さ出しは楽しめています。で、その方はねめちゃくちゃロングですよ、めちゃくちゃロングです。ちょっと写真貼っておきますけどめちゃくちゃロングです。はい、あとアクリルスカルプよりも削らない分ジェルでの長さ出しの方が、これはねもちろんだと思います。パラジェルの長さ出しの時ってやっぱりパラジェルなので一切爪を傷つけません。オフの時も、削ったりとかはしないので、一切爪を本当に削らない、削る工程はないので全然アクリルよりはやっぱり優しいんじゃないかなとは思っています。というか優しいと思います。ですね、はい。
で次、ずっとアクリルスカルプが好きでつけてもらってたんですが、最近爪がなるべく傷まない方がいいなと思い、パラジェルの長さが端が気になっています。アクリルだと分厚くならず薄めのロングの爪になるので、好きなのですが、パラジェルでもフォーム1枚マックス、本当これはね可能です。なんだけど、作る人によってちょっと分厚くなっちゃう可能性はあるかもしれないですね。慣れてない方がやっちゃうと結構分厚くなるかもしれない。私はアクリルより薄く作ってます。の方が、アクリルの方が私は分厚くなっちゃうかなっていう感じは、分厚くっていうか分厚くなるイメージではないんだけど、アクリルの方が確実に私の場合はちょっと厚いかなっていう感じは自分の中で作っててもちろん思います。で、パラジェルの長さだしは、私はベッドの方全部クリアのジェルで、埋めていくので、やっぱり長さを出した部分じゃなくてベッドを埋めていく部分の高さを出そうと思うとかなりのジェルの量が必要になっちゃうのと、結構やっぱ効果熱があって痛くなっちゃったりとか、あとはやっぱサラサラなのでね、すごい流れちゃったりすることがあるので、私は全然ジェルの長さ出しの方が全然薄いです。自分で思います、それは。でも、全然持ちますということなので、現実的ではあるとは思いますが、ちょっとねここばっかりはね、ネイリストさんが本当にどのくらいこう長さ出しに慣れてるかっていうのもすごい大事だと思うので、それはちょっとここは技術力が必要かなっていうポイントではあるとは思いますが、できますっていう感じです。私のお客様で一人やっぱ長い方がいるので、その方は後ほど写真ね、載せておくので、チェックしてもらえたらいいかなとは思うんですが、私はその方はなのでフィルインをずっと、しているような感じですかね。根元を埋めて、いつも施術をしているって感じです。で、だいぶ爪が長くなって、3、4ヶ月ぐらいかな、もうちょっとかな、4ヶ月、5ヶ月目ぐらいで1回、全オフしてもう1回付け直すような感じになっています。で、その方はアクリルがダメだったので、そこからパラジェルの長さ出しに切り替えてはいますが、今のところそれでアレルギーとかは一切出ていない感じになっています。はい、ということで、今日も何個か質問をお返事、コメントのお返事させていただきましたが、ですね、ためになったらありがたいなと思います。で、リアルサロンワーク見てみたいのをもしリクエストいただいて、例えばお客様の中でちょうどそういう方がいたらお取りさせていただくことできるので、もしよかったら、リクエストもらえたらと思います。はい、ということで、今日はちょっと、コメントいろいろね、いつもコメントありがとうございます。たくさん見ていただいて、いろいろ考えてもらってね、いろんな質問本当に、私も勉強になるので、皆さんのコメント楽しく読ませていただいております。はい、ということなので、じゃあ皆さんまた今度は、次の動画はね、グリーンネイルやっていこうと思ってますので、ぜひグリーンネイルの、動画楽しみにしていてもらえたら嬉しいなと思います。私実際グリーンネイルね、1ヶ月、育てた、自分のね爪で育てたので、それの、経過観察など教えていけたらいいかなと思います。今日もねちょっと声が喋りすぎちゃって、声がねガサガサですいません。はい、ということで、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。では次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。